高千穂橋梁を渡る延岡行の列車、高千穂鉄道株式会社は、かつて、宮崎県北部で、旧国鉄特定地方交通線の、鉄道路線高千穂線を運営していた、宮崎県などが出資する、第三セクター方式の鉄道会社である。本社は、宮崎県西臼杵郡高千穂町大技未体1447の1、旧国鉄高千穂線の廃止を受け、 鉄道転換の受け皿会社として設立。高千穂線機械業区間の全線を継承し、運営に当たった。沿線の通勤、通学需要に応える一方、終点付近に水面から線路までの高さが、東洋一を誇る高千穂鉄橋が存在することや、高千穂町周辺が神話の里として著名であること、五ヶ瀬川の渓谷に沿った。 有効明美な路線であることなどの観光資源を活用し、展望型機動車やトロッコ風車両を導入したり、日の影温泉駅の駅舎内に温泉施設を作るなど、観光需要の掘り起こしにも注力した。とりわけ2003年に導入されたトロッコ列車、トロッコ、神楽号の運行は観光利用客が倍増し、成功を収めた。それまで、沿線の過疎化等で減少に、 歯止めがかからなかった、利用客数も、トロッコ、神楽号運行開始後の同年度は、増加に転じた。この、トロッコ、神楽号には、遠方から高千穂を訪れた大手旅行会社の、団体ツアー客が集中した。宮崎県内で、最も観光客を集める高千穂橋や天岩戸神社、などの高千穂町の名所を巡りながら、高千穂巻放管などを片道乗車するコースが、 定番となった。こうして、トロッコ、神楽号は、観光地、高千穂の新しい観光の目玉となった。しかし、高千穂線は2005年9月6日の台風14号による、暴風雨で、鉄道設備に、甚大な被害を受け、全線運転休止となった。県や沿線自治体が、復旧費用の負担に難色を示したため全線での、運転再開を断念。 比較的被害が軽微な高千穂法の一部区間のみでの運転再開を検討したが、延岡駅から日報本線との接続が行えないことや、少子化の進行、車両更新の費用などを考慮して、再産性を検討した結果、同年12月20日、高千穂鉄道としての復旧、運行再開を断念し、全線廃止を決定した。高千穂鉄道の社員十七人は、 2006年1月31日、生産事務にあたる二人を除いて全員解雇された。ただし、民間で復旧、運行再開をする企業、団体が現れれば、譲渡を検討すると発表したことを受け、宮崎県内外から複数の企業が名乗りを上げたが、鉄道運休で地元観光産業への危機感を募らせていた、西臼杵軍の観光、商工関係者らが、 運行再開の目的で設立した新和田地保トロッコ鉄道株式会社に渡す方針が最終的に固まった。しかし、資産の結果、無償譲渡にあたって双方に合わせて約3億7000万円の法人税と事業税が課税されることが判明し、調整が難航する中、当初2005年9月6日から1年間として提出した 前線の休止届が期限切れとなるため、翌2006年9月に被害が甚大なのべをか、巻放管の廃止届と、被害が比較的軽微な巻本高地保管の休止届を提出した。時価約4億5千万円と評価されている資産のうち、軌道部分の評価額は約3千万円とされており、運行再開へ向けての復旧作業に着手する必要も考慮して、 2006年11月時点では、この部分のみの先行譲渡が検討された。残りの資産については、会社の生産時期を遅らせて、トロッコ社へ対応する形を取ることや、新たに受け皿期間を起こして、そこからトロッコ社へリースする形を取ること、一旦沿線自治体に寄付して、改めてトロッコ社に譲渡することなどが、検討されているが、課税逃れと判断される懸念があり、 関係自治体との間の協議は難航した。ただ、2007年には、宮崎県知事の東国原秀夫は、自らのマニフェストである、高千穂地域の交通基盤整備の支援に沿って、鉄路は残っている。高千穂再生のためには、観光鉄道として活かすことも大切だと、運行再開の意欲を述べた。以上の他にも、デュアルモードビークルを導入する構想も、あった。 しかし、2007年9月6日に、延岡牧法館が廃止された後、残る九宿館間の牧本高千穂館についても、廃止届が提出され、翌2008年12月28日に、全区間が廃止された。これにより、宮崎県から JR 以外の鉄道事業者が、亡くなった。会社としての高千穂鉄道は、翌2009年、生産欠量により、 法人格が消滅している。なお、高千穂鉄道廃止後の延岡高千穂間の公共交通機関は既存のバス路線もあった宮崎交通を中心とするバス輸送によって行われている。1989年4月の転換開業に際して準備した機動車7両で一般用の TR-100K5 両。 観光用の TR-200K2 両で構成される。いずれも新潟鉄鋼所製の NDC と呼ばれるレールバス型機動車の一種で製造時期が近い松浦鉄道 MR-100K、熊川鉄道 KT-100K、KT-200 型とほぼ同型である。TR-100K、TR-200K の車体、走行装置は同一である。 エンジンは、新潟鉄鋼所製 DMF13HS、ディーゼルエンジンを 183kW に設定して、採用した。全車正面貫通式、両運転台、トイレなし、TR-100 型は、セミクロスシートで、車体中央部に4人掛けボックスシート6組があり、TR-200 型は、観光用途の使用で、全席ボックスシートである。 各車両に相性が付けられていた。配線後は TR-200K1 両が朝海岸鉄道に譲渡され、同社の ASA-300 型となったほか、TR-100K3 両、TR-200K1 両が沿線で保存されている。観光輸送のサービス工場のため本格的な観光用車両として、 tr-300k2 両を1991年7月に導入した。秋田内陸縦貫鉄道案 -8900 型を基本とし、全室構造の型運転台。車内は中央部にサロンコーナー、その他の座席は車端部を除いて転換クロスシートで、トイレは設置されなかった。エンジンは新潟鉄工所製 DMF13HS。 ディーゼルエンジンを 183kW に設定して採用した。2003年 TR-400K の導入に先立って運用を外れ、廃車された。廃車後は高千穂線の未成区間で保存され、休憩所として利用されている。高千穂鉄道では1996年からトロッコ車用の導入検討を進め、2003年に2両のトロッコ型機動車を導入した。 車体は、新潟鉄工所が納入した、松浦鉄道 m r 5 0 0系、南阿蘇鉄道 MT-3000 重型などの、レトロ超機動車をベースとし、窓を上下方向に拡大した上で、着脱式としている。エンジンは、新潟鉄工所製 DMF13Hz、ディーゼルエンジンを 242.7kW に、設定して使用した。 全車正面貫通式、両運転台、トイレなし、通路を挟んで両側にテーブル付き4人掛けボックスシートを6組ずつ、備え、ドア付近には、テーブル付き2人掛け座席が2箇所にある。TR-401 の車体は黄色に塗装されて、タジカラオノの相性が、TR-402 は、緑色に塗装されて、雨の渦目の相性が付けられた。配線後両とも、 JR 九州に売却、改造の植木派125系に編入され、特急、海幸山幸として2010年10月から運転されている。ありがとうございます。